そういえば、モルモ君の世界にはやはり王族のような統治者がいるのかな。お？オイラの世界には王様とかいないけど。ほほう。ということは共和制を敷いているということか。それは革新的な世界だな。体制とか革新的とかそういうのとはちょっと違うかな。国っていう考えもないっていうか。それは素晴らしい。統一国家ということなのだな。なおかつ王権神授説に頼らず共和制による統治とは。そんなすごいことじゃないよ。みんなのんびりしてるっていうか、争い事とかも全然ないし。その上特地を実践しているのか。今後の祖国統治の参考にさせてもらおう。参考になってよかったよ。
重苦しいため息だね。妹のことを考えてたの？重症だね。誰か病気なんですか？ああ、そういう意味じゃなくて。セネルさんが落ち込んでるんですね。心身のケアをするのが医者の務めです。任せてください。お願いするよ。セネルさん？ん？その、ご機嫌いかがですか？ああ。元気出しましょう。落ち込んでても何にもなりませんよ。元気出たよ、兄。そうですか。無理されてるのではありませんか？何言ってるんだ。兄の気持ちに触れた結果だ。本当感謝してるよ。ほーら、さすががまだ一番のお医者さんだ。セネルがすっかり元気に。よかった。じゃあまた落ち込んだりしたら遠慮なく声かけてください。やれやれ、参ったな。でもこれでうかうか落ち込んでられないね。まったくだ。本当大した医者だよ、彼女は。ねえ兄、どうしました？さっきから友人がこっちをずっと見てるんだけど、おいら何かしちゃったかな？聞いてみればいいんじゃないですか。ユージンさん、どうかしましたか？おっと、ぼんやりしていたか。兄の顔を見ていたんだ。なんだよ、オイラのハニーフェイスを見ないで兄に見とれるなんてさ、ちょっと変だよ。モルモさん、それ全然変じゃないと思いますけど。それで私の顔がどうかしました？そういえば兄はいくつになる？歳ですか？15ですけど。顔が大人びてきたな。父親の面影が見える。そんなひどいですよ。なんでさ、お父さん大好きじゃないの？それとこれとは話が違います。私、父に似てるんですか？もう、私の両親の顔知らないじゃないですか。本当に似てるの、ユージーン？ああ、そうやってむくれている顔なんてそっくりだ。みんなでからかって、もう知りません。怒っちゃったね。まあ当然だけど。喜んでくれると思ったんだがな。難しいもんらしいよ、乙女心ってさ。反省しよう。Thank you.
れ、何か集まってるね。何してんの？しっ、今怪談話してんだよ。キャビンには今しがた入れたばかりのようにコーヒーが湯気を立てていた。にもかかわらずその船は無人だったんだ。マジか。ああ、俺が訓練時代に遭遇した漂流船の話さ。本当臆病なんだな。ひどいですよ、もう。よし、じゃあ俺がとっておきの話をしてやろう。俺の屋敷の話だ。住み込みの使用人がいて、そいつが女中から逃げ回ってるうちに庭園の中に迷い込んでしまったんだ。なんでその使用人は女中から逃げ回ってたの？まあいいけど。その日は天気が悪く、なぜか霧が立ち込めていた。その使用人は後ろから誰かがついてきてるような、そんな嫌な気配を感じていて、そしてバーキン！びっくりした。ああ、もういいところだったのによ。ごめんごめん。あれ、兄どうしたの？立ったまま気絶してる。
Kanonno? Kanonno nano? Morumo. Yokatta! Aete! Kimi no koto minna de shinpai shite ita nda! Oira tachi otte Doppurun e kita no? Dou shite kita no yo? もう会わないって決めていたのに。会わないって、どうしてカノンの。私、すべてを思い出したの。私はパスカという世界のディセンダーだったのよ。カノンのがディセンダー？でも、どうしてこの世界に君が。ひょっとして、君は。Widdershinの Paska の人間はマナを湯水のように使い争いばかり起こしていたわ。私は人間に幻滅してPaskaから人間を排除したの。それによって世界のバランスは大きく崩れ、Paskaは危機に瀕した。でも再び人間を生み出す力は私にも世界中にももうなかったの。そんな時ギルガリモを引き連れたWiddershinがPaskaへやってきたの。Widdershinは言ったわ。我々と共に他の世界のマナーを集めれば人間を再び生み出すことができると。私は自分の世界をもう一度元に戻したかった。幸せな人々で溢れさせたかった。だからギルガリムに全てを委ねパスカを食べさせたの。ポンノ、教えて。ギルガリムって何なの？世界よ、Widdershinの故郷。私のPaskaと同じようにマナを失い危機に瀕した世界だったの。それがギルガリム。ディセンダーであるWiddershinはギルガリムの全てを世界樹の種子へと還元し他の世界へ引き連れ旅立った。ギルガリムは再びマナにあふれた世界へ再生するために他の世界マナを吸収していかなくてはならなかったの。私はWiddershinの力となって
さまざまな世界の世界樹の抵抗を抑えてきたアウロラのように、世界の再生のためにヤウンやテレジアの大地を奪うの？カノンノもそうなの？ウィダーシンと一緒なの？そうよ。でもこのテレジアは抑え込めなかった。私はテレジアの世界樹の力の前に弾かれ、記憶を失っていたの。私の故郷はもうないわ。テレジアをいくら歩き回っても私の故郷はないのよ。私は故郷を、パスカを再生させるために力が必要なの。ギルガリム、何を始めるんだカノンノ。ドープルーンの町をギルガリムに食べさせるわ。やめてよカノンノ、話を聞いてよ。私を倒せばいいわ。そんな、分かっていてももう止められないの。止められないのよ。戦うわ、あなたと。行くわよ。私は逃げないわ。行くわよ。行くわよ。一気に行くわよ。手加減しない。
しろ。行くわよ。やっ、やっ、加減しない。これでよかったの。まあこんなもんさ。どうして、どうしてとどめを刺さないの。私、あなたたちの世界の力を自分の世界のために使おうとしていたのよ。自分の世界を愛しているからだよね。オイラたちだってそうさ。これからどうすればいいのかわからない。もうわからないの。私、自分の世界を蘇らせたい。でもこの世界も好きなの。きっとモルモの世界だって素晴らしい世界だと思うわ。他の世界を犠牲にしてまで自分の世界を蘇らせることは正しいとは思わない。でもオイラの本体であるヤウンの世界樹ももうそろそろ限界みたいなんだ。ここテレジアの世界樹もね、オイラたちもうすぐ消えてしまうかもしれない。でもこのまま何もせず指をくわえてるだけなんてできない。そんなことしてたら全てを失ってしまう。自分の世界、ヤウンも、君やカノンノと過ごしたテレジアも。平和だったパスカに帰りたい。でもあなたがいるこの世界も好きよ。幸せな思い出をありがとう。カノンノ。ギルガリムの本体はアイリリーの地下よ。私を止めてくれて。行こうか、カノンノ。フィリアたちも心配してたよ。でも、どんな顔して会えばいいか。いつものカノンノでいたらいいよ。さあさあ、そうとなったらフィリアに報告してアイリリーに行こうか。オイラたちに残された時間はあとわずかなんだから。